お盆休みは西日本、東日本で厳しい暑さが続く見込みです。北日本は序盤に大雨の恐れがあります。西日本から関東にかけては夏の高気圧に覆われて晴れて暑い日が続きます。特に12日の火曜日前後は高気圧の勢力を強めるため、今夏の暑さの一番のピークとなる見込みです。35度以上の猛暑日になるところが多く、体温並みの酷暑のところもあります。外出時だけでなく室内で過ごす場合でも熱中症対策が欠かせません。また序盤と終盤は大気の状態が不安定となり、山沿いを中心にゲリラ豪雨の可能性がありますので、屋外で活動する場合は日々の空の変化に注意が必要です。台風4号から変わった低気圧が通過後、10日月曜日頃にかけて東北や北陸を中心に前線の影響を受ける予想です。暖かく湿った空気が大量に流れ込んで、特に東北では大雨の恐れがあります。鉄道などの交通機関に影響の出る可能性もありますので、最新の情報をご確認ください。北海道はその後も短い周期で気圧の谷が通過するため、晴れる日が少ないお盆休みとなる見込みです。以上、お盆休みのお天気をお伝えしました。